こんにちは、今日はロイヤルクリスタリアティアを採用したエルフのデッキ紹介していくんですが、まずデッキの全体も見てもらって、でちょっとティアの紹介するぞ。カード2枚以上プレイしてたクリスタイブを1枚加えてそのコストを3にする。クリスタブイブは、4445ですね。で4枚以上プレイしていたら1にする。まあこのカードを持っておくだけで、まあ中盤かな、中盤結構防御力が上がるということで、ちょっと3枚今回入れたこのエルフを紹介していくんですが、2つの絶滅エズディアをちょっと1枚だけ採用してます。このカードはまあ環境初日に使った時に結構使えたカードなんで、なかなか強いと。で、まあデッキのコンセプト的に、まあ昔のなんかテンポエルフみたいな感じで回していけたら強いんじゃないかなと思って、このメタルエルフメイジ、カード2枚以上プレイして相手のフォロワー1体2ダメージ、盤面取りつつ盤面取って、盤面並べつつ盤面取ってっていう動きをしつつ、まあ、エズディアまでつなげて勝つ。まあティアはそのための要の要塞かな。まあ徳川家康の修羅城みたいな感じかな。さあ対戦相手は、ロイヤルか、まあロイヤルとかやったら結構当たる。てかバンプ減ったなマジで、バンプ当たらない、当たってないぞ最近。さあフェアリーサークルいいね、メーテラも残すか、これこれでいいな。入れ替える必要はなし。さあ1コス相手、しかもあれやな、小賢しい。小賢しいな、ちょっとあまりにも相手のデッキが良かったら相手でデッキパクらせてもらうからな。ちょっと小賢しいな。クイックプレーダーか、なんかこの時点でなんか面白そうなデッキっていうのがプンプンするんだけど、無理や。まあまあ失踪やね。何よ。ここは歴史の高地を張ります。まあ茨の森がなくなったっていうのがエルフの本当に痛みをね感じるところでありますよね。感じる次第でございます。小賢しいな。ほんなしかも盤面取る、小賢しいな。小賢しい、まあ普通に顔では強いの気がするけどな、個人的にはけど。盤面取るとその分の火力が下がっちゃうんでね、できれば2-1ね、3分の2やで。ねえ、何して遊ぶの？なんで3分の2で当たらんねんお前。ふざけとんちゃうぞ先人。ちょっとデッキを参考にしたいんよね、相手のデッキで。まあまあでも、まあ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 、ちょっとね心をおおらかにしていこう。エズディアも来てくれてるしな、しっかり見惚れなさい。見惚れなさい、こんな可愛い美女リアルのか、見惚れるやろ。見惚れるまさに言うまでもない。申し訳ありません。さあ盤面を取り返していく、しかも相手アグロやろ。しかもこれで何気に4入ってるんだよな。7コス44でまあポイントが下がっていくっていうカードなんやけど、おにゃー。さあ5コス、あ小賢しい。そいつ嬉しいか、もう勝ち目ないやん。しかもブズ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 の男とか誰が興奮するんだよ。よしじゃあ行くぞ、もうこれ勝ち目ないだろ相手。あいいね、不殺の使徒。不殺の使徒でいいような気がするけどな。育つも腐食もただいかず、その地の食もただ5コス58の進化になるんですよね。世界はなぜ、あそこで相手が盤面取ってきたっていうのがちょっと悠長やったな。13やからといって盤面取らずに行ってたらよかったけどな。まあ戦場の騎兵を手札に持ってるのはなおさらやな。あれ純真、純真なんかテンポロスやぞそれ。テンポロスな気がするけど大丈夫相手。小賢しいな。え、アグロなのに、え、しかも7000もあるやん。え、嘘、7000のデッキ、今気づいたよ、7000もあって。草ハンター、え、そんなデッキ見えないんだけど。エルフはな、この手札がな、超過していくのがちょっと。フェアリー、歴戦、歴戦進化はしないな、さすがに。
機戦進化したかったな、これだったら進化使わないえ、7000万のこっからがとんでん返しで負けるパターンか、これこれちょっと参考にするか。7000も稼いでるってことは絶対強いデッキっていうことは判明してるんで、まあ、アグロロイヤルが今流行ってるっていうことのまあ象徴ですよね、これ。いただくぞ。強奪も入ってんのか、強奪っていうかこれも入ってんのか、なんかよくわかんないけど、ってことはアーサーが入ってないんかな、純真入れてるってことは。盤面取るデッキなのか失踪としていくデッキなのかちょっとよく分かんないな、これ。伝説の幕開け、やっぱ上級者が使うデッキっていうのは結構やっぱ分かんないですね。ここはもちろん、唐揚げボルグでいきますよ。唐揚げボルグ、でコルワ、インスピレーションが湧いてきた。このコルワがな、エルフの象徴するまあ、キーカードで本当に強いカードですね、このカードは。エッチやな。ちなみにこのカードノーバーニス、ノーバーニス。このスバっていうアニメあるんですけど、この素晴らしい世界に祝福を、まあ、メグミンとアリアちゃん、アリス、アリアだっけ、アリスやったか、アリ、アリアやったっけ、アクアか、アクアちゃんと、夏木スバルっていう人が出てくるんやけど、まあ、非常に面白いアニメですね、あれも。うん、あれ、アクアちゃんもノーパンなんですよね、多分あれ。アクアちゃんのな、ネンドロイド欲しいんですよね。ただちょっと高いんだよな、7000ぐらいするよな。まあ、ちょっと脱線したけど。この場面、白黒入れてんのか、相手の出来がちょっとずつちょっとずつ判明していくの面白いな、これ。バッドエンドは嫌いな、この盤面漆黒に落ちる。結構やっぱジライアとか来たらちょっと最後の方怖いな。失踪も残しておきたい。インセクトキングが効かない、何もかも効かない。いや、えぐない、ちょっとデッキえぐいよな、どう考えても。唐揚げボルグで、いやでもこれ終盤唐揚げボルグは残しといたら勝ちな気がするよな。フェアリービスパラ、今日も森は平穏ね。これむず、エズディア、いやでもここで多分打たないと、まあ、でも 1,2 は残る必要はないか、さすがにな。フィル、ブランシェフィル、ブランシフィル、まあ出すか、いっぱい。とりあえず横に広げよう。唐揚げブルグと飛翔する鳥でエズディア行けば、多分エズディアのこの体力、あでも6か、6はちょっと足りねえな。あー、まあこのピンザシネエズディアが刺さるからな。誰も使ってないけどな、このカード。このヒゲジジイ、俺のもの、伝説のま、うわー、なんかデッキが強すぎるぞ相手の。ちょっと待って、やばい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 。無垢が純情、己の魂よ。小賢しいな。これ盤面取ってきたらな、ありがたいんやけど、さすがにそんな悠長なことしてこないよな。さすがに絶対してこないわ。しかも3号が残るのもやばいしな、これ。インセクトでこれが取れたらいいんやけど、まあ取れそうやけどな。次のターン唐揚げボルグとかいっぱい駆使して、まず盤面全部取れますね、多分絶対取れるわこれ。さあ相手は思い切って顔に行く。ただ5点当たるカードはないから、セリアもないしな。よしよし、じゃあよしよし、じゃあやで。これも下がっていくしな。よしよしよし、まだいける、まだいける、まだ参るさ。取って取る、でビスパラ攻撃でまず唐揚げボルグかな。いや違うな、ちょっと待てよ。2で取りたいから、あいつは取らなあかんねん。なんかだから、こいつ取って、もう鳥はちょっと使うしかないな。攻撃して唐揚げボルグでこいつを抑えて、飛翔する鳥でこいつを取って、でインセクトキングが4、もうちょっとやから、フェアリーやろ。ねえ、何して遊ぶので、まあフェアリー並べていこうが強いか、さすがに。まあこれでいいでしょう。あ、フィルも使いたいな、でもできれば。でも次のこれを、まあフィルが1枚か。フィルも使うか。いや、待てよ、フィルは次使うか。これでいい。フィルはこの、ベイルに使うと強そうな気がする。世界に進むわ。
これ相手盤面取った方が良かったのかなって後悔するパターンかな。フィルはベイルに使いたいな。まだリーサラないと思うんで、アグロ鉱山え、あ、なるほど、めっちゃ面白いやんこいつ。やばいやばいやばい、顔はやばい。エズディアとか出してる暇じゃないんやけど、こんな。いや待てよ、いや待てよじゃないの、普通に6 強すぎるやろ。ちょっと待って、でも2回攻撃を持つを指したら3で、いやー C は1枚足りねえな。回復するカードも確かあいつ、きっつ。エズディア守護を持てばな。すべてはこの風から始まる。風を吹け。いやちょっと強えな。死にが消えるか。ただここ守護張るんで、次のターンリーサラダムなくなると思うんですよね。涙も悲しみも背負ってみせる。涙も悲しみも背負ってみせる。フィル。ブランシフィル。ブランシフィル。ブランシフィル。きっつ。これもうでも残ればエズディア終わるんだが、あれこれ買った、こいつら残ればエズディアで終わりやぞ、ワンチャン厳選する。きっつ。でも重複して持たないやろこれ。あれ買ったんじゃんこれ。あ、おおちょっと待って、えよ、これ勝ちやんな。マジか、あらゆるものよ。マジか、こんな勝ち方。いやでも相手的強いなこれ。ちょっと後でパクってみよう、これ強っ。さあちょっと1戦目がまさかのエズディアで勝利。あ、しかもエルフベースエルフか。まあこれちょっと最後使って終わりにするかな。私こそ思考の美。何しこしこしこ。どんな物語が待っているのかしら。とりあえずまあフェアリーサークルだけ残すか。おーいいね。まあコルアは先行まあ出たら残しておこうが強いからな。これはまあキープ性能大きいな。おいいね。でもちょっとあのクリスタリアなん、クリスタリアナポリタンティアをね、ちょっとティアっていうかティア使いたいな。さあ相手もフェアリーサークル。よっ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 。おっ、歴戦高城いいね。来い始めるぞ。まあ次のターン飛翔する鳥でも強そうですね。でも相手が盤面なんかニコス22って5分やったら、まあフェアリーインセクトで締めますか。こざかしいな。であればフィアリーインセクトですね、ここは。強いですね。いや、結構エルフ復権っていうか、まあ、なんやろ、スリルあり、なんか結構楽しいと思うな、このデッキ。特にベイルが強いから。さあ、サンコス。始めるぞ。で、フィアリー。ゆうちゃんやな。であればこっちも行かしてもらうで。おいいね、来た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 、いいね。狙い通りだ、狙い通りだ、行ったと。もう全部行きます、全勢力を要にかけて全てを殴って。これぞエルフやな。さあ4コス、まあ3体ぐらいは取られそうやけどな。一瞬で行かせられるんちゃうか。一瞬で行かせて、一瞬で行かせて。このベイルが結構なキーカードだと思っててあんま入れてる人おらんねんけど、てかエルフ自体あんま当たらんけど、まあそもそもこれエルフ VS エルフっていうのかな、そもそも珍しい試合なんだろうな。コルワか、ここコルワの方が強いな。インスピレーションが湧いてきたわ、インスピレーションが湧いてきたわ。でここ5、3を取ることによって11とね相打ちになるんで、だから11は絶対取っといた方がいいですね、ここは。これと相手の方が手札多いけども押してるのはこっちなんでね。でクリステラティアをまあ終盤
1コスなんでね、すごい使い勝手もいいしな、このカード1コスで44出てくるって強いよな、普通に。あ、まあ2コスト分か、まあ実質は。さあ5コス。ねえ、何して遊ぶの？まあフェアリーサークル打ってフェアリー隕石かな。あー、でもそれ手札に加えるだけやから出せへんぞ。プレイングミスをしていく。あ、じゃあ4、あ、じゃあ加える、まあ一応できひんか、 5枚やから多分今出して4プレイってことか。ちょっとまあさすがにな、ちょっと悔しそうやない。まあでも 1なんでね、コストがそれは変わらないんで、その事実は。唐揚げボルグ、こっちが使えるかどうかを考えたら使えないので、ここはコルはですね、こんなことが、インスピレーションが私を楽しませるわ。進化権は使いませんよ、もうね。いや、エルフは結構今勝てるかもしれんな。なんか安定感あるし、ちょっと今度これでも回ってみようかな、ランクマッチ。なかなか強いぞ、このデッキ。さあ、ベイ、いや、ベイ入れてんのか。いや、ベイル強いな。うわ、こざかしい。我は表彰の剣なり。強いな。あ、まあ、こっちも次のターンベイル出せるけど。こざかしいな。うーわ、えっぐ。えっぐ、うわ、えぐいぞ相手、ちょっとえぐいな。氷結の洗礼をくれてやろう。氷結の洗礼を加えてやろう。くれてやろう。小賢しいな。ちょっと対応が難しいぞこれ。歴戦の高城、まあここはスイラノの使いプラス進化で殴るの方が強そうやな。すべてはこの風から始まる。涙の悲しみもすべて背負ってみせる。ちょっと相手なんかいきなり盤面強化してきたな。今が効果、風を吹け。きついぞ、ちょっときついな。ティアがいるにしろ、ちょ、盤面が相手取ってるんで、22が4枚、いやきつ。しかも相手さらに7コス分出せるしな、これ。もうこれエズディアにかけるしかない。主張する鳥、まあそれは失踪で、まあ相打ちかな。よしよし、まあそれあんま強くない。情けないな。よし、弱いぞ。やめろ、妖精の調べマジやめて。やめてやめて、やめ、妖精の調べやめて。おお、妖精の調べやめてって言ったやん今。いや、きっつ。きっつ。いや、エルフ今強いな結構。メーテラ、なんか負けっぽいな。てか負けやな、この時点で負けですわ。エルフ結構強いな今の環境。いや、なかなか面白い試合やったわ。1戦目が特に面白かったな。